今日も動画見ていただきありがとうございます、今日はですね、股関節がこううまくですね、こうちょっとこう開かないよとか、足がですねちょっとこう開かないよとか、あとですね、しゃがんだ時に、皆さんしゃがんだ時にこうしゃがみづらいなって人結構いらっしゃると思うんですね。膝に負担がかかるとか、はい、でそういう時にですね、ここを鍛えると結構ですね、股関節が開きやすくなったりですね、しゃがみやすくなるよっていう場所をですねお伝えしたいと思いますね。それはどこかというとですね、この鎖骨なんです。鎖骨で結構ですね、多いのがですよ、この鎖骨が結構ね、こう動いてちゃんとね、ここ鎖骨が保ってられるとしゃがみやすくなったりするんですよ。で鎖骨が保ってられると股関節がよく開くっていうのがあるんですね。でちょっと試してみたいと思うんですけれど、まずですね、スマホの画面のようにこの親指とこの手でですね、この鎖骨のここですね、この骨があって、ここをこうやって開いてみてください。こう開く、クロスして開くっていうのをねちょっとします。でこれですね、しゃがむんですけど、最初にですね、ビフォーで前、最初にですね、しゃがんでみてください。これでしゃがむと、あ、ちょっと辛いかなとかいうのをこう確認してみますね。で今度はですね、このさっきみたいにこういうふうな感じですね、ここを開きながらしゃがんだ時にこう、しゃがみやすいかなとかいうのをちょっと確認してみてください。で人によっては随分しゃがみやすいなとか、大変じゃないなっていうのがあると思うんです。で今度はですね、うつ伏せに寝たまんまで右の足をねこういうふうにこうするんですけれど、その時にですね、この左の、この鎖骨をですね、ぐっとこういうふうに広げたまんまで、この右の足をですね、反対の足です、左のこの鎖骨だったら右の足を曲げてみてください。普通にこういうふうにやってですね、曲げようとすると、あ、このぐらいしか開かないなっていうんですけど、これですね、右手でここ鎖骨を開いてあげると少しですね開きやすくなるんです。例えば左だったら右の鎖骨をこう開いてあげると少し開きやすくなるっていう、これをちょっと確認してみてください、はい、で結構多いのがですね、この足を、例えば左の股関節がねきつい人とかっていうのは、この右のですね、この鎖骨がですね結構巻き肩になってこうして、ここが縮んでたりですね、ここが保ってられないっていうのは結構多いんですよね。例えば、肩を回すにしても、肩を回す時ゴキゴキゴキ骨が鳴るとかいう人は、この鎖骨をですねこういうふうにね保ったまんまで回してもらうと、意外とですね、こう骨が当たんなかったりとかするんです。なのでこの鎖骨っていうのをですね、鎖骨を開いたまんま保ったまんまでしてあげるとですね、結構動きやすくなります。もちろんですね、これだけじゃないんですけれど、ただ鎖骨っていうのはすごくですね、ここ安定してた方が、グラ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 こういう風になったり巻き型になったりするんでなく、安定してた方が腰の負担もですね、なくなってくるんですよ。で今日はこの鎖骨を安定させるような、ね、体操をちょっとお伝えしたいと思いますね。まずちょっと椅子にねこう座ってみます。で椅子に座ったらですね、右の足を、はい、左の足にこうやってかけてみるんですね。で左手でですね、
この右の腰に対して左手ですね、こう6個かけるようにしていきます。わかります？こういうふうに6個で、この右手をですね、こうやって上に上げて、みぞおちを後ろにして、鎖骨を開くようにして下ろす。で、元に戻す。こう、鎖骨を広げ、広げるようなね、ちょっと体操してます。上げて、みぞおちを後ろ。で、下ろす。上げて、みぞおちを後ろに下ろす。で、元に戻す。みぞおちを後ろに下ろすと。で、それができたらですね、顔は正面のまんまで、上げて、みぞおちを後ろで下ろす。上げて、みぞおちを後ろで下ろすっていうの。鎖骨を開いています。上げて、みぞおちを後ろ。顔は正面で下ろすっていうのをね、ちょっとしてみよう。で、逆もですね。左足を前にこう組んだらですね、手を、右手をこうロックして、上げて、みぞおちを後ろに下ろす。まず。上げて、みぞおちを後ろに下ろす。上げて、みぞおちを後ろに下ろすです。そしたら、上げて、今度は、みぞおちだけ後ろ。顔は真正面で下ろす。ここ、鎖骨を開きますからね。上げて、みぞおちを後ろに下ろす。上げて、みぞおちを後ろに下ろすっていうのをすると、はい。これで、終わった後にですね、しゃがみやすくなってるかとか、しゃがむのが辛くないかなとか、あとですね、このさっきやった足をですね、こう開いた時にちょっとこう少しさっきよりも負担が減ってるかなって、ちょっと確認してみてください。はい、はい、ということで、こんな感じですね、この鎖骨が安定してるっていうのはすごくね、足、股関節に結構影響がありますんで、あとしゃがみやすさとかもね、影響がありますんで、ちょっとね、覚えておいて見ていただければとね、思います。はい、今日もありがとうございます。